はい、こんにちは。ハロウィンが近いんで、原田さんにしてもらおうと思って。大それたことをやるのちょっと恥ずかしいやんか。ビジネス街やからおらんからさ、一人も。ちょっとだけ仮装しようかなと思って。ちょっとだけ仮装して、街を練り歩こうと思って。じゃあ待ってろ。買ってきてやる。買ってきてやるから、待ってほんまに、うん、待って待って。じゃあ待ってる。買ってきた。買ってきた。何本ぐらいした？213円。ほんまにちょっとだけ仮装しようとしてるやん。何のイメージ、何の仮装だ。ちょっと歯が出てる人やろ。いやコスプレであれ、せめてコスプレであれよ。これすごい安いぞ、みんな。なるほど、いいですね。じゃあそれをちょっと練り歩いていきましょう。どうしようかな、写メ撮ってくださいって言われたら恥ずかしいな。言われるわけない。インスタに上げていいですかって言われたら恥ずかしいな。雑やわ、横から見たら。作りが、やっぱ仮装してるから見られてるよね。むちゃくちゃ見られてるわ、仮装してるから。なんなん、なんていう人のコスプレなんて。横井さんやな。横井さんとこの息子さんやな。さんもね、こんな感じで仮装を楽しんでください。じゃあ一言最後いただいていいですか。横井さんが言いそうな一言。その日は米の収穫があるからバイト出れません。チャンネル登録するのが